はい、おはようございます。笹田でございます。最近の朝の配信になっておりますが、今日はですね、以前アンケート取らせていただいた、切り返しトークですね。で、まあ、逃げられちゃうんですというような話から、ちょっと切り返しトークの例をお伝えしていきたいなと思ってます。で、一番多かったのがですね、資料だけで大丈夫ですという回答ですね。これに対してどう答えていけばいいかみたいなところについて今日はお伝えをしていきたいなと思います。はい、ではですね、まず早速、まあ、資料だけ大丈夫ですと言われてしまった場合のまず前提として、まあ、よく資料逃げっていう言い方をするんですけど、資料をもらって終わりにしたいっていう担当者さんが、まあ、世の中にはたくさんいますよねと。で、なんでこういう言葉を言ってきてしまうのかっていう話なんですけど、まずポイントの いくつか分類はできて、アポ NG なんだけど会話が OK の場合と、アポも NG だし会話が NG、しかも会う気がないとかですね、まあ、状況がいくつかあって、その状況に合わせたアプローチも変えていかなきゃいけないですよねということですね。で、まず一番多いのはアポもダメ、会う気なしで会話 NG ですね。これはもうそもそももう今この電話を早く終わらせたいみたいとか、この商談を早く終わらせたいみたいな形の担当者がもうすでに気持ちが引いちゃってる、完全に引いちゃってるパターンが、パターン1で、パターン2はアポは NG なんだけど会う気はあるパターン、だから先に資料だけ見ておきたいですっていうケースもあって、これどういうことかっていうと、時間が本当に今なくて会えないとか、直近ちょっと忙しくて時間が作れないみたいなケースで、会って話は聞きたいとか、もう少し詳しく話は聞きたいんだけど、今は時間じゃないっていうケースもあるわけですよ。なんで資料だけ送っといてって言われたときに、あ、わかりました、じゃあ送っときますですぐ逃げるってしまう、終わりにしてしまうのではなくて、今ちょっとお忙しいってことなんですけど、じゃあ例えば来月とかだったらどうですかみたいな会話をするっていうのは結構有効な手段で、実は今昨日かな、営業代行してるお客さんでアポが全然取れないんでって言われたんで、代わりに電話かけたんですよ。で、電話かけたら、今忙しくてって言われて言ったんで、じゃあ12月入ってからどうですか ?11 月お忙しいってことなんでって言ったらすぐ取れたんですよね。結構そういうもんで、お客さん一回断ったけど、じゃあ代わりにこうだったらどうですかみたいな形で、東郷ちゃんに準備してあげる、環境を整えてあげるみたいなことすると、結構さらっと会えたりするんですよね。まあ営業とすればすぐ会いたいみたいな話もちろんあるかもしれないんですが、環境を築いていくみたいなことで言えば、何かしらつながってる状況を作っておくのはすごく大事なことなので、会う気がある人っていうのは、こっちから一回、会う気があるかないかと聞かなきゃわかんないんで。なんで、まあ、忙しいみたいな場合であれば少し先だったらどうでしょうみたいな形でちょっと変えていくと。で、もう一個がですね、アポは NG、会う気は全くありません。けど、まあ、今この電話だったら話聞いてもいいよ、みたいなパターンの人もいるわけですね。で、ここでやっちゃいけないことはですね、話しすぎないことですね。ここで詳細の説明とか、電話で全部完結させる営業であればいいんですけど、訪問前提にしてクロージングかけてる場合でいくと、会話の中で全部伝え切ってしまうと、もう会う理由がなくなっちゃうわけですよ。なので、最終的には、じゃあ、今聞いた話と送ってもらった資料で検討しますね、みたいな形で逃げられちゃうので、全部は極力言わない。けど、どういうことみたいなことで言われると思うので、その時には小出しにしていって、ここから先はちょっともう少し詳しくお話しするので、ちょっと資料をお見せしながら、どっかパソコン開けながらご説明したいんで、みたいな形で、都度区切りながら、いやもうこの先は、この先は、この先は、みたいな形で、会話を切っていく。で、アポにつなげていく、みたいな話をしていただくと良いかなと思ってます。で、まあ、そもそも、まあ、こういう、まあ、会う気がない人がなんで出てくるのかって話なんですけど、まあ、それはそうですよね。突然電話かかってきて、会ってくれと。いやいやいや、お前も何者かもわからないし、何やってるかもわからないから、とりあえず資料確認させてよっていう気持ちって、営業側からすると待ってくださいよなんですけど、自分がお客さんの立場だったら、まあ、そう言うよなっていう気持ちだと思うんですよ。なので、前提としては、もちろん粘ることは大事ですし、さっきみたいにちょっと切り返しトークを続けて、会話を続けることによって、行くっていうのはすごく大事なことなんですけど、まず前提としては突然かかってきたアポの電話飛び込みとかでですね、資料とりあえず見ておくよっていう人の心理は、まあ分からなくはないじゃないですか。まあそりゃそうだよねって話だと思うので、そこでの対策としては個別に連絡が取れる状況をちゃんと作っておいてください。個別に連絡が取れる状況っていうのはメールアドレスを聞いておくとか、あとはあれですね、名前をちゃんと確認しておくとかですね。そういうことをやっておくと、親近感とか接触率とか、あと受付の突破率も上がるわけですよ。
で、キャラの名前を聞いとくのって結構忘れがちでですね、電話が終わったら、あの人の名前聞くの忘れちゃったみたいなことよくあるんですけど、名前聞かないと受付、テレアポでまた電話かけた時に繋いでもらえないんですよね。人事のあの方なんですけど、みたいなこと言うと、どなたですか、また新規の営業ですかみたいな感じで、そこで受付でブロックかかっちゃうこと多いんで、ちゃんと名前を聞いておくこと。で、次のポイントは、名前を聞いておくことと、あとメールアドレス。メールアドレスっていうのも、これ結構、個別にやり取りができるじゃないですか。電話っていうのは誰かを返さなきゃいけないですけど、メールっていうのは個別にやり取りができるのと、情報提供等のハードルがすごく低くなる。メールって連絡が取れやすくなるので、名前とメールアドレスっていうのは取得しておく、聞いておくっていうのはすごく大事なことかなと思います。で、結構多いのが、名前も聞いたし、メールアドレスも聞いて、資料も送ったんだけど、その後放置しちゃってるケースが多いんですけど、接触頻度が上がってくれば、アポの確率っていうのは上がってくるので、ぜひ、情報を取った後、情報をいただいた後は、継続的にリレーションを取っていく、連絡を取るってアクションを取ってほしいなと思ってます。はい。で、最後。資料送ってくださいって言われたらっていうトークで、私が今ちょこちょこ使っている、これあんまり使いすぎると、一人のお客さんに対してですね、使いすぎるとしつこいなで終わってしまうので、まあ一回多くて二回ですね、まあ粘りすぎないようにっていうところではあるんですが、まあ、資料じゃあ送っといてくださいって言われたら、ちょっと資料だけだと伝えきれない部分があるので、ぜひお会いしてご説明させてください。とか、PC ちょっと開いてデモ画面を見せながらですね、お話したいのでお会いさせてくださいみたいな形。会った方が話が聞けるんだっていう状況をちゃんと作るっていうのがまず1個目。で、2個目。資料を読むのに、まあ、1分なり3分なり5分なり10分なりかかると思うんですけど、資料を読む時間だけ私にくださいっていうケースはよく言います。なので、例えば資料、多分この資料全部読み込んでいただくと3分ぐらい時間かかると思うんですけど、3分私に時間をくださいっていうと結構会ってくれたりします。まあ、じゃあ本当に早く帰ってね、みたいな話言われることもあるんですけど、一回会ってですね、お話ししたら、本当に3分で終わることってほぼないので、なので、そういうふうにちょっと、まあ、なんていうのかな、資料を読む時間を私にくれ、みたいな話を言うと、結構ハードルが下がったりすると。で、三つ目、資料を送ってくださいって言われたときに、あ、わかりました。一回こちらで同意をすると。で、その上で、じゃあ、担当の方、例えばその佐藤さんにあった資料をお送りしたいので、もう少し質問させてくださいみたいな形で、で資料は送るから、合う資料、あなたに合う資料を送りたいから、もう少しヒアリングさせてね、みたいな形で、会話を続けるっていうことも多いです。で、こうすると何ができるかっていうと、会話が続くことによって、さっきの接触頻度じゃないんですが、接触時間が長くなりますよね。で、詳しく相手のことが聞ける状況が作れるので、電話内でも簡単に提案ができるようになるわけですね。で、もしくは提案ではなくてアポクロージングで、そこまで詳しくお話を伺わせていただくと、いや、今の話絶対うち使った方がいいと思うんで、資料は送らせてもらいますけども、ちょっとお会いしてお話させてもらえませんかみたいなことを言うと、相手側も自分がかけた時間があるわけですよ。まあ私で話してくれた時間ですよね。話した分だけ、あ、こうやってちゃんと話を聞いてくれる人だったら打ち合わせしてもいいかなっていう気持ちが作りやすくなるので、結構テレアポっていうのはとにかく話聞いてください、会ってくださいではなくて、資料送ってくれって言われた後に、じゃあ、ヒアリングする理由ができるじゃないですか。そうやって質問をする理由、タイミングっていうのを相手側がくれたという認識を持ってヒアリングをさせてもらって、その結果を踏まえて、もしくはその時間を踏まえてですね、もう少し詳しいお話させていただいた方が絶対御社の役に立てるんで、みたいなことでお話すると、結構そこで会ってくれるケースっていうのも増えるかなと思いますので、3つ、自分が合う形で使ってもらえればなと思います。あとは冒頭のところちょっとお話をしたいんですね。いろんなパターンがあるので、最初から資料送付で担当者の情報、個人情報をいただいて、アポの動線にするっていうの方法もありですね。今実際何人かのメンバーでそうやって動き方もしているので、もし興味あればまた聞いてもらえればと思います。ということで、今日はですね、資料だけで大丈夫です。ということに対してどう切り返しをするのかということで、まあ、そもそも資料、逃げって言い方しましたけど、資料で OK ですっていう人はどういう気持ちなのかっていうのは3分類ありますと。で、そもそもは会うことの関係を築けていないという状況なので、まずそこで諦めるのではなくて、個人の名前とメールアドレス、これはしっかり確認をしてください。連絡が取れるよう、継続的に連絡が取れる関係を作りたいからですね。であとは切り返しのパターンもいくつか動画を紹介したので、うまく活用いただけたら嬉しいなと思っております。本日は以上です。